殺人狂時代、殺人狂時代、殺人狂時代、ムシュバーティは1947年のアメリカ映画、制作、監督、脚本、主演チャールズ・チャップリン、原案・オーソン・ウェルズとクレジットされている、詳細は口述、制作の経緯を参照。金のために殺人を続ける男、アン・リベールドが真相が発覚し死刑台に送られるまでの天末を描く。 長年親しまれたチャーリーのスタイルを捨て、チャップリンの映画にしては珍しく喜劇色が少なく、シリアスな展開であると評価されている。生前、チャップリン自身がこの映画を最高傑作と評価していた。それに加えて、主人公が処刑に向かう前のセリフワンマーダーメイクス、エイビラン・ミリアンズ、エイヒーロー、ナンバーズ・サンクタファイ、一人の殺害は犯罪者を生み、 百万の殺害は英雄を生む。数が殺人を神聖化する。元は英国国境会牧師で奴隷廃止論者の言葉はチャップリンの代表作に押し上げた原因とされている。一方でこの作品がきっかけとなり赤狩りによるチャップリン廃石の動きがますます加速。1952年のアメリカ追放へと繋がった。物語は 生前を解雇するアンリベルドの独白から始まる。北フランスの商家、クーベケの夫人セルマが多額の預金を引き出した直後に行方不明になる。すでにフランス国内で同じような状況の行方不明が連続して起こっており、事態を重く見た警察が動き出す。犯人はアンリベルドと言い,い、30年勤めた銀行をリストラされた元銀行員である。彼は 取り付け騒ぎが起こるなどと言って、裕福な中高年女性を、そそのか、預金を解約させた後に殺害して、その奪った金を株に投資して生活費に充てていたのだ。彼はリディアを、いつもの手口で殺害した後、グロネー夫人を口説いて、結婚に持ち込もうとする。その一方で、キャプテンボヌーリョウ名乗り、すでに関係を持っていたアナベラを殺害しようと、格索する。そんな、 ベルルの家庭は、車椅子生活の妻と幼い子供一人、家族や友人には投資で稼いでいると説明しながら多忙な二重生活を送っていた。ある雨の晩、ベルルは、刑務所から保釈されたばかりの身寄りのない若い女性に出会う。一度は、新しい毒薬のテストのために殺害しようとする、ベルルだったが、彼女の話を聞くうちに殺害を思いとどまる。セルマの件で、 ベルドゥを追ってきた、モロー刑事を心不全に見せかけて毒殺するが、アナベラ殺害は、アナベラの悪運の強さに阻まれ果たせない。仕方なくグロネー夫人との結婚を、一刻も早く進めようとするベルドゥだが、結婚式の場でアナベラと鉢合わせしてしまい、その場から逃げ出す。やがて世界恐慌の波がベルドゥに押し寄せ、ベルドゥは、財産も妻子も失う。数年後、 かつて雨の夜に出会った女性と再会するが、彼女は、ナリキンの軍需会社の社長の妻になっていた。彼女と話をするうちにベルドは運命に身を委ねる、決心をし、自ら進んで逮捕される。そして、裁判の場やメディアとのインタビューで、大量殺人者としては、私などアマチュアだ、殺人はビジネス、小さい規模ではうまくいかないなどの言葉を残し、ベルドは、 死刑場へと連行されていく第二次世界大戦真っただ中の1942年秋、1920年代のフランスに実在したアンリ・デジ・レ・ランド流という殺人鬼をモデルにした映画の脚本を書くので、その映画の主演をしてもらいたいという話をオーソン・ウェルズがチャップリンに持ち込んだ。アイデアだけで脚本を書く以前の段階であったため、その場は断るが、 後にそのアイデアを別の形で映画化することを思いつく。トラブルを避けるために、ウェルズに連絡して、原案のクレジットを入れ、5000ドルを払うが、実質はウェルズは何もしていない。ただし、後に、ウェルズが、殺人狂時代の生みの親は自分だと吹いしたことに、チャップリンは心を痛めたという。チャップリンは映画化に際し、ランドルーのエピソードにウェインライトというイギリスにいた。 殺人鬼を掛け合わせた形の主人公、アンリベルドを考案。脚本の完成に検閲の影響を挟んだこともあったが2年をかけ、1946年5月から撮影を開始したラストシーンから撮影した。しかし、この頃のチャップリンは様々な混乱にぶち当たっていた。まず時代の変化であった。第二次大戦では、 圧倒的物量で勝利したアメリカであったが、フィルムなど軍用に優先的に回される資材は不足していた。気が済むまで撮り直しを繰り返すことが常であった。チャップリンにとっては、フィルム不足は頭の痛い話であった。さらに、信頼していたスタッフの多くが亡くなったり引退して、かつてのような手法で撮影することははなはだ、困難であった。さらに、 チャップリン自身にも何かと厄介な問題が付きまとっていた。この映画の撮影に入る前、チャップリンは別の映画の企画をしており、その映画に主演で起用する予定であった、ジョーン・バリーという女優に、ストーキング行為をされた挙句、バリーの子供の認知裁判に巻き込まれる。血縁関係がないことは証明されたが、平和主義者、共産主義者として求断されていたチャップリンに不利な判決。 医者料、扶助料等の支払いが下った。そして、一番大きな困難はやがて来る赤狩りであった。対戦中、ソ連を助け、第二戦線構築を訴えていたチャップリンを、反共団体などが、共産主義者として求団。対戦後、アメリカに亡命していた友人で作曲家の、ハンス・アイスラーが、共産主義者として求弾された際、アイスラーを擁護するコメントを発したことが、 さらにバッシングを大きくさせた。撮影は1946年9月に終了し、あとは公開するだけとなった段階で、チャップリンに対する非難は手のつけられないレベルに達していた。在京軍人団体やカトリック団体などが猛烈な上映反対運動を繰り返し、上映を予定していた映画館などに脅迫を繰り返して、上映をやめさせる動きを盛んにいった。 こうした妨害を何とか排除しつつ1947年4月11日にニューヨークで封切られたが、工業成績は悲惨なものであった。チャップリン自身は1200万ドル、約43億円。1ドルイコール360円で計算の利益を目論んでいたが、結果は32万5000ドル、約1億円強であった。これはチャップリン映画で通常、 工業的失敗作と呼ばれるパリの女性などよりも悪い工業性であり、チャップリン映画で唯一純損失が出た映画でもあった。失敗の影響は以前から経営不振が伝えられていたユナイテッドアーティストの経営をさらに圧迫させることにもなった。アメリカでの失敗の一方で遅れて封切られたヨーロッパなどではまずまず好評だった。しかし、 そういったニュースも1943年に結婚した愛妻イイウーナの深い愛情も傷ついたチャップリンの完全なしにはならず、やがて苦難のアメリカ追放を迎えることとなる。アメリカでこの作品が正当に評価されるようになったのは、ベトナム戦争に対する反戦運動が高まった1970年代になってからである。なお、純粋にランドリューを主人公にした映画もある。 1962年に制作されたフランス映画、ランドリュー。日本では劇場未公開、ビデオ台、青髭で、監督は殺人狂時代を高く評価しているクロード・シャブロルである。シャブロルは、ランドリューは単なる変わり者だが、ベルドは哲学者と述べている。チャップリンは、チャーリーにおいては、アザラシから作ったつけひげをつけていたが、この作品では、 自前の髭を蓄えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。